第22回トラウトキング選手権大会ザ・チームバトル、いよいよ決勝戦です。解説には今日大活躍の指宿雄歩さんにお越しいただいてます。お願いします。よろしくお願いします。かわいい、持ってますね。気合い入れていきます。タイル順番、タイル順番です、はい、去年3番だからな。今年も3番じゃないか。はい、お願いします。やっぱり俺3番相続3番、はい、はい、3番入場ですね。はい、はい、終わりで、決勝戦チームニュードロワー、ヤジイカイ、葉っぱ、この三つどもえの戦いになっています。今抽選が終わって、最初のチーム入場しています。チームニュードロワーのメンバー紹介します。加野選手、茂木選手、渡辺選手です。どこ入りますかね。そのいつものトラキンの流れ的にはね、あの桟橋の横。あー、なるほどね。だけど今日予選から通してあの決勝の区画一回も使ってないですよ、ずっと。なるほど、ずっと空いてたと。釣りにくいけど一回も使ってない、迷うところ。2番目に入場したのは葉っぱです。メンバーは西方選手、増田選手、阿部選手です。場所的にはね、実はあそこも一日使ってないんですよ。おで、左側が空いてるので。なるほど。そして3番目に入ったのがヤジイカイ。メンバーは杉山選手、矢島選手、鈴木選手です。これはオフィシャルじゃないのね。あ、オフィシャルじゃない、あのメンバーで。これはオフィシャルじゃないです、一般人です。どこが一般人なのかという場所的にはほんの気持ち不利ではあるんですが、なるほど、あの大吾くんが入ってる時点で有利じゃねえかっていう。決勝戦は先鋒スプーン、中堅クランク、そして大将がミノー戦という順番でやっていきます。スプーンの使い手が3人並びました。1匹ずつ釣ったら交代と。先鋒加野選手、杉山選手、西方選手の対決となります。スタートしました。多分このスプーンはもうやる釣りは3人とも一緒かなと。あの東山湖の一回そこまで沈めて、うんうん、きっちりそこを巻いてくるという。なるほど。さあ巻き始めました。もうなんか3人いたら1人ぐらい重いのぶん投げても良さそうなんだけど、みんな割と手前ですかね。普通の東山のよくやる釣りを3人が3人とも展開しているという。こうなると本当に誰にかかってもおかしくない。全くわからんですね。全くわからんですね。こう東山湖のスプーンの巻きって、はい、こう姿勢ちょっと変えるだけで全然違ったりするんで ね、 そうですよね、きっとね。お、ちゃんた選手やっちまったか。ちゃんた選手は引っかかった。風に煽られて桟橋にルアーが乗ってしまった。ここが
罠ですよね。つまりいやこれがあるんで、うんうん、有利なのか不利なのかっていうね、不利なのかっていうところか。風がだいぶ強くなってきました。キャストがしにくいっていうのもあるかもしれないですね。タックルチェンジしました。キャンタ選手より溜まってれば有利だけれども、確かに桟橋に引っかかってしまう可能性がある。そうなんですよ、飛ばし始めましたよキャンタ選手。まあね、飛距離も結構ね重要になってくるんで、うん、あっと第5バラしちゃったかな、うん、さっきも当たった。かけてるかけてるかけてる、フォローが早い。ということで第5選手1匹取りましたので交代です。ヤジイカイは2番目クランクの選手になります。それもあの東山で皆さんがよく投げる小粒のやつじゃなくて、はいはい、フルサイズの、フルサイズの大きい方ですね。ただね、昨日あれすげえ釣れるって誰かが言ってた。ほうほう、昨日結構皆さんプロ入ってたのかな。結構いましたね、うんうん、さあここでニュードロワーチームキャンタ選手がスプーンで取りました。クランク戦に移動します。クランクが茂木選手ですね。クランクは茂木選手、茂木選手地元じゃないんですけど、 あの東山湖で行われた別の大会で優勝したりとか、はい、おまあ、ちなみに俺やられたんですけどそれはよく覚えているはずださあここで賭けたのは西形選手です。シャイン鈴木、シャイン鈴木選手クランク戦を抜けました、最後の選手ヤジー選手ね、ミノー戦に移っています。あ、西形選手ダメだったのか。残念ながらあの陸に上がっちゃったので、あ、そういうことか。陸上げノーカウントっていうルールなんですよね。なるほど、残念。魚に優しくね、あのスポーツフィッシングですから。もちろん。さあここでチームニュードロワーが取りましたのでミノーに移行します。チーム葉っぱもさっきのミスを挽回するかのようにクランクステージに入りましたね。クランクステージに入りましたね。まあ、今ミノーステージに進んでる2チーム、はい、どちらもあのダートするヤーツ、ダートするヤーツだね。ただあの商品は違う、うんうん、ダートするヤーツをでもちょっと巻いてる感じ、まあ、ボトムでこうふわふわしたりシェイクしたりっていう感じでしょうね。やっぱりこの時間はこうダートするヤーツ得意、東山、まあ、東山はあるあるというか、あるある、うん、本当の普通のミノーで連れてくれたら面白かったんですけど。なるほど。まあでもダートするヤーツの方が、うん、お、さあここで上がったのはニュードロワーです。でチーム葉っぱもミノーステージに進出と、進出しましたね。さあ目が離せない。ヤジイカイと葉っぱの対決がミノーで行われています。ただいまミノー戦ヤジイカイがかけました。やっぱりあのミノーターンはボトム狙いの感じですね。あれでしたね。ザ・チームバトル決勝戦
優勝はチームニュードロワ、そして準優勝がヤジイカイ、3位が葉っぱとなりました。ゆうほさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。で、決勝はまあちょっとアクシデントもありながら、はい、まあなんとか、はい、釣れましたね、はい、はい。これは何、本当に一般人でいいのかな。はい、そうです。チームヤジイカイです。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今日の展開はですね、予選はですね3人ともティアロの 1.6、1.9、1.3 の同じカラーをずっと3人で投げ続けて、で、まあ、難しいバイトもありば、ありばあればバスケ掘りバイトもあれば、あの保留魚が過去活性の魚が回っていたタイミングはいいバイトがあったりとか、まあ、そのね魚たちを全部ね、キャッチしてくれたのが、こちらのですね、軽くて丈夫で操作性のいいこのネットですね。こちらのおかげって言っても過言ではないです。あとね、あの本当にニューリリースの、紹介してもらっていいですか、大国くん、それ。ティゴネクションの60のね、ULE がすごく活躍してくれました。いい感じで。あなたたち一般人なんだからね。宣伝ではないです。宣伝ではないです。宣伝じゃない。本当によかった。今日は正直そんなにね、あの余裕を持って勝てた試合では全然なくて、まあ命からがらだったんですけど、まあ、その中でもあの、まあ、これがストロングかなっていう釣りが、まあ、1つ2つ見つけられて、それをの本当3人で押し通してなんとかここまで来れたかなっていう感じですね、はい、皆さんもう一度大きな拍手お願いします。